どうも、こんにちは、選挙終わった、ね、昨日、これ今朝のこれは何新聞だっけ、新聞全部買ったけどこれは朝日新聞、ね、こういうような、まあ、各紙とも同じような扱い、ね、それで、これが朝日新聞のこの中身の方、都内版のとこだ、ね、共産党のあのお嬢さんですよ、山本太郎さんね、が初当選だけど、これ写真一番でっかいのは丸玉こと自民党ね、丸川珠代、それで共産党のキラさん、山本太郎、でこれが、ね、順位が書いてある、まあ、一番の目玉だったのは、ね、山本太郎ということで、これが土曜日の、あれ街頭でできるのは、午後8時前ですからね、公職選挙法で、それでもう密着取材したと、でこれは僕がデジカメで撮ったのをね、まず説明しておくと、これが、5時過ぎぐらい。でね、これはね、朝日新聞で翌日、空から撮ったね、空撮写真が翌日ね、載ってましたけれども、それだけであれよくわかんなかった。だけど、これよくわかるでしょ？あそこはほら、ね、都電の古いのが置いてあって、ずーっとこっち方まで出るんだから。ね、で、こうね、もうちょ、で、これどっから撮ったかっていうと、あそこの銀座線の地下鉄から、井の頭線に行く、ほら、2階の通路がある。もうちょっと行くと、あの、岡本太郎の、でかいね、あの絵がね、メキシコから帰ってきたのがあります。でこれが、山本太郎がエンディングの前に喋ってるとこ、それでこれが八甲のところで、これだみんな午後を取っちゃったり、で山本太郎凱旋者ね、選挙カーはこれもう3時半ぐらいからかな、ここに貼り付け状態よ。で演説してる時にこれ大きいんだ汗が、それで僕がデジカメでいろいろ撮ってる時に来てね、え何女の子おじさんって言ったら、ふんふんふんなんて言って、何やってんのって言ったら、おかまばよとかなんか言ってね、こう、ね、写真撮っていったらいいよってマスクかけちゃったけど、こういう人も、ね、あれだ、見物に来てたというんで、これが、ほら、警察の車っていうのはね、実はね、これ僕がわざわざ電話したの。当日のね、5時45分、僕の携帯見れば記録が残ってますよっていうのは、これでこう見るとね、こっちの方が分かりやすいか、ものすごい人でしょ、おちくらまんじゅうで、もう動けないんだから、ここがステージ組んである。で、この先に交番があって、ここは JR の入り口なの。ね。で、ここの広場と言ってるけれども、これは道路扱いの、これは渋谷区の公有地なの。ね。区有地なの。で、そこでこんななってね、要するに、こういうもみくちゃになると、今から10年ちょっと前に、兵庫県で明石市の、あれだよね、花火を見るというんで、この通路のとこで動けなくなっちゃって、あれはね、負傷者が200数十人、そして亡くなる人が11人もいたんだよね。で、そのうちの9人が、まあ、お子さんだったという大変悲惨な事件があった。それでね、こういう人と人のもみくちゃで大変なことになるっていうのは、僕ら小学校の終わりの頃にね、お正月の三が、で、あれだ、皇居がね、入れたの。で、二重橋当時渡れたの。それで、あそこで牛黒まんじゅうになっちゃって、やっぱり死人が出るというのがあって、もうちょっと後はね、初詣の、あれ、新潟県の弥彦神社というのの階段でね、やっぱり将棋倒しになって死人が出た。それから僕は取材の現場だって、あれだもん、昭和55年の桃江ちゃんの霊南坂教会での、あれだもん、結婚式の時だって、そこから、披露宴会場の東京プリンスへ行く、ところにさ、もうあってアメリカ大使館の裏からか、もう人、日本中から、もめちゃんの結婚式一目見ようと思って、で、あれだ、ハイヤー乗ってね、移動するとか、うわーって言って僕も、あれだ、テレビカメラのバッテリーをね、二つ、ね、カタカタ担いで、挟まっちゃった。あれ、よく、あれだよ、死者が出なかったと思うよ。そういうふうに人と人がこう集まって、押すとものすごい力になると。でね、これ、怪我人でも出たら選挙とかじゃないもの。というので、この間ちょうどここがほら、あれよ、サッカーの試合の時で、ね、ほら、警察官がユーモラスに、ね、いろいろその、あれだ、車の上から呼びかけて混乱に至らなかったという DJ ポリスが活躍したあの場所。それで、僕は、110番したのは携帯の記録見ると5時45分、ね、僕が身分を名乗って今こういう状態であると。でこの交番にいたってお巡りさんが2人ぐらいだもん。そしてこれのあれだ、
あの選挙のは、ミュージシャンの三宅洋平、緑の党のこれ秀子の候補ね、それからあとは山本太郎というのが2人この臨時のステージ組んで、こっからだけどこの時間にはまだね、山本太郎は5時半にこっからここに来て夜8時まで行くといるというふうに事務所のさオフィシャルブログに書いたんだよ。みんなそれを見て来た。で特にその前日に、後で詳しくやりますけれども、あのあれなのよ、あの朝日の予測では当選で3位というふうに、自民党が2人、その次が、山本太郎だというような予測をしたんでね、非常にこう盛り上がってたということもあって、それで出てるこれはね、山本太郎の、土曜日の凱旋スケジュールって、5時30分三宅洋平と山本太郎ね、ずっと20時のこの終了まではここだから、ずっとハチ公ね、5時30分から8時まで20時まで書いてある。だけど実際に現れたのは7時過ぎで、でまあ警察の車が来る、それからしばらくして、あのほら、あのサッカーの試合の時でもこういう今ね、こういうこれ緑色に映ってますが、こういう なんて言うんだろう、夜でも見える何あの蛍光のあれがあるからね、こう見た目にはね黄色くは見えたの、こういうの持ってお巡りさんが、警察官が 4,50 人いたんじゃないかね。でもう、あのかんあの聴衆あの何集まった人に至っては2000とか3000とかそんな数字じゃないね、これはね、万の単位。ああったあった、朝日新聞のねこれヘリコプターからこれがね撮っていて、ここがステージ、それでねこれが撮った時間が、何時って書いてあるんだ、7時18分これにはもうね山本太郎が、7時ちょい過ぎね、ほぼ7時に来て、だからこれは演説してるんだけど、この周りには向こう側にもいる、あのスクランブルの向こうにね、この写真見れば分かるように、でここには警察官がね、あの混乱しないようにということで、だって見らんないでこれはあれだよ、みんなこうしてさ、子供連れの子なんかもう伸びちゃってしゃがんじゃって、上車で来た人も随分いた。まあそういうようなことがあって、まずはね僕は自分であれだ、本ビデオを回しながらもっと長く撮った中のハイライトをこれ見ていただきましょう。どういう選挙だったかね、ニュースだワイドショーだっていうのはあんまりほとんど流してないんだ、こういうのを。そう、この向こうがあのスクランブル、交差点です。でここにほら都電の古いのがね、それでこれハチ公前がこれ音楽が昔のゴーゴーみたいなリズムなの、だからみんな踊っちゃってさ、うん、すごいんだ、乗っちゃって。であの看板にはこの三宅洋平選挙フェスっていうの、選挙フェスティバルっていうことでしょうね。でそこであの日はね涼しかったの、もう外国人までいて、まあ日本国籍取ってるとかあれだけども、えらい盛り上がってんだ、もう選挙どこじゃないっていうかね、ハチ公もびっくりしてんじゃない。ハチ公はねこれ選挙の助けかけてんの。そしたら渋谷区選挙管理委員会なんて書いたんだけども、まあそういうことで異常な盛り上がりを、見せてますよ。ちょっとこれ見てみましょうね。僕がこう撮ったやつをハイライトで、繋いだんです。だからとにかくすごい人でした。ご覧のようにこれが三宅洋平比例候補、緑の党。うるせえんだこれは、そばが。だからこれ向こう側もすごいでしょ。でここをまっすぐ行った左側が西武デパートね。これがまだ、僕はあそこに到着したの4時半ぐらいで、それでもうそのねこういうステージでガン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 やるのは始まってました。それでハチ公のちょうど裏側には山本太郎のこの選挙カーで、普通だと本人がいなくても選挙カーだけはぐるぐる回すわけだよね、選挙区にウビスとかそれからテープを回しながらね。だけど翌日の新聞を見るとちょうどこの時間にはその半原発に関するシンポジウムのようなものがあってね、山本太郎、候補者はそこ行って講演をしてたっていうんだ。それだったらばさね、
ちゃんとそうに書かなきゃね。だってだから待ってた人はね、もう5時半からいるというので5時半から終わりの8時だけどね、ピークは、7時ちょい前ぐらいだったね。うん、到着してまたあれだね、 あの人が増えましたけど、1時は減っちゃったね。もうそういうんだから歩けないんだから、撮るのもやっとでね、これは2階から撮ってるわけ、さっきのデジカメの写真を撮ったのと同じで、ここはまあ動けんのよ。ちょっと行っちゃったらばもう全然動けない。だけどボランティアの人が大勢いてね、それであの今朝の新聞見ると1200人いたって。本当にね、ボランティアの人っていうのは地味なおばちゃんから、僕が話したのはだって5時半に来るっつって、まだもう1時間以上来てないじゃないって言ったら、すいませんすいませんってね、あの体格のいい中年の人がいて、何やってんのって言ったら運転手ですって言うから、タクシーって聞いたら違う違う違う、長距離のトラックだ、群馬から今日は休みなんで応援に来たっていうんでね、チラシを配ってます。こういう人だよ。だってこれ歩行者天国じゃないんだよ。信号の変わり目にうわーって行くだけで、で右側通行右側通行っていうんで、この選挙フェスのね、あのマイク握った人が呼びかけてんだけど、これは JR の入り口だから、あそこは。それでお子さん連れのね、乳母車を引けないから抱えた人、とにかくすごい。おしくらまんじゅう、これは到着したね。ちょっと聞きましょう。駅前でこんなフェスやっちゃってごめんなさいね。このフェス以外の目的で渋谷に来られた方、許してください。これぐらい大きいフェスをやって、たくさんの人たちとつながらないと、もうこの国どうしようもないとこまで来てるんです。僕はね、16歳の時から芸能界にいたんですよ。今38歳だけど、ずいぶん長い間お世話になりました。その芸能界、教えられること、それはスポンサーに対して企業に対して失礼があっては絶対ならないってこと。そりゃそうですよね。ごめんなさい、ちょっと緊急にお願いです。この中でですね、今気分が悪くなっている人がおられるんですって。その人を出してあげてください。力を満ち上げてください。どうですか、わからないんですが、ちょっと待って、近くの人手を挙げて、その気分の悪い人を発見してる人、手を挙げて、ありがとう。その人を押してあげてください。ありがとう。お願いします。ありがとう。もうおしくらまんじゅう状態だからね、普通にいるだけでももう気持ち悪くなっちゃう。でこの日はね、その温度はそんなに高くなくって、風は涼しい感じでした、ビル風でもね、うん、だけど気分が悪い人が出て、うん、もう演説どころではなくなっちゃったというので、まずね、この人をそこからね出してやろうということを続けて、この画面が揺れてるのは僕はね、はい、もうちょっと、それはスポンサーに対して不利益な発言、もうそんなこと最大のタブーなんです。当然じゃないですか。テレビをつければ15秒ごとにコマーシャル流れてるもんね。コマーシャルになれば15秒刻みで流れるコマーシャル、これは15秒ごとに企業からテレビ局に流れてるってことですよね。映画を制作委員会っていうのがあって、いろんな会社がお金を出し合う、それによって一本の作品が出来上がる。新聞もそう、めくれば広告が載っている。6割から7割広告収入に頼ってるんですって。この芸能界にてスポンサー神様なんです。この神様に対してそれを傷つけるようなことを言う、それは絶対に許されない。でもね、そのタブーを破らないといけない時が来たんです。2011年大震災、原爆が爆発した。
でね、これはね、1週間前にもね、僕が演説ここで聞いてんの。その時は民主党の枝野っていうね、あれだ、通産大臣かの時のね、所管あの担当の大臣っていう、まあ実名出してたけれども、で、これね、画面が揺れちゃってるのは、こういう万歳の格好をしなければ、ステージを取れないから、そうすると後ろから押され、前からね、蹴られっていうかさ、ほんと落ちくらまんじゅうで、それから今度警察官がいて、そこは立ち止まっちゃダメだと背中を押すというので、まあこんな状態。それからあとテレビ局のカメラマンの人は、あそこのちょっと石垣の上に乗っかって、そこからあれを、木村太郎、じゃねえや、山本太郎候補者を撮ってるということ。今ね、今ね、知的、あれ、TPP のことを彼は主に演説の半分以上を毎回喋るようになってました。すごいよね、あのスクランブル交差点のところが。だからこの間そのね、警察官が同様に出たと、あの時の人数がもっと多かったんじゃないですか。あ、これがもうね、街頭で8時までできる直前の時です。なんて言ってるのは本当にね、お金なんか払わないで、さっき言ったように群馬から来た人、ね、それから、都内にいる若い人、ね、ノーギャラでいろいろやったっていうのはそれ本当、ね、他にはよくさ、ボランティアと称してお金払ってて運動員買収だと言うんで公選法違反で捕まるケースがあるけれども、まあ、それからこの終わりの直前にはこの宮古候補の方が、憲法9条、ね、のそこの条文を朗読するということもありました。最後に残したこと30秒だけ時間がある。朝日新聞が昨日伝えたよね、公表よりも原発作業員の甲状腺の被曝が10倍だったって。いいかい、全てのオフィシャルな情報はいつだって俺たちの真実の後を下り顔で何年も後についてくるもんなんだよ。自分で決めて自分がメディアにならないとダメだよ。今の福島の被害だって教えなくちゃいけない方は教えなくちゃいけないんだよ。危ねえもんは危ない。真実を伝え続けましょう。期待してます。皆さんの力です。太郎君ありがとう。事故が起こる前1年間に被爆していい数値、被爆限度は決まっていた。年間1ミリ、この1ミリが破られた。今この事故があって隠されようとしている。今与えられるべきは年間1ミリ、1ミリ
というようにね、これは選挙としたら非常に珍しいでしょ、こういう盛り上がり方っていうのはね。中にはもうあれだ、こう通りかかって早く JR でね帰んなきゃっていうのは、東横線ほら光江の地下5階に行っちゃったからさね、あっちまで歩いていかなきゃなんないんで、 JR の乗って目黒線、途中から目黒で目黒線になんて、僕もそういうの乗ってきますけど、まあそういうような異常な盛り上がり方だった。だけれどもこれが、今朝の新聞ね、あれはそのね選挙の前日の、そうするとまあ民主党は東京でももう議席がなくなっちゃったね。それでこれが読売新聞だ、こんな使えたものなんかかわいそうになっちゃうな、当選したって。でこれが読売で、これは日経、日経の方なんか読売は大きいわ、共産党のキラさんとね、こういう2人セットにね、今日がスタートっていうんで、あれでしょ、山本太郎陣営は万歳はしなかったというので、でこれが何新聞だ、毎日新聞だってこれだものね。うん、そしたらばこれは今ね、前はデイリー読売って言ってたのが、もうしばらく前からジャパンニューズってなったけど、バイ読売新聞って書いてあって、これは丸玉ことね、あれだ、丸川珠代さんの万歳だけでないんだ、中にこれ出てくるのかな太郎君はと思ったらないの、これは。だけどジャパンタイムズの方は、これは笑顔のね、あれだ、今朝全部渋かったからね、山本太郎、アクター、役者俳優山本、エクスレスラー元、プロレスラーの猪木とね、両方とも当選って言うんで、両方写真載っけてます、もう泣き面みたいな海江田さんね。まあそんなことで、これジャパンタイムズのフロントページ、にっこり笑顔の、これはアッキーじゃない、これは違うわね、というようなことで、これスポーツ紙はみんなすごいですよ、これ日刊スポーツだけど、これね面白いの、さっき見ててね、めっけた、衆院選敗北で時間を守る男にというのでね、山本人陣営は年明けから政治を知る関係者に話を聞き勉強したというんで、 TPP なんか勉強したんでしょうね。うん、でそれと同時に、陣営は時間管理を山本氏に徹底指導と、ね、関係者は、遅刻は陣営の士気にも関わるというんで、時間を守って、ね、時間を守るようにしたと言うんだけど、さっきみたいな5時半つって事務所のこれで、まあいろいろ忙しいには違いないんだけど、最終日だから、でこれを読んで、なんだって言ってた後にさね、だけどと思ったのは、本当に聞きたいっていう人は来てさ、だから一番人が集まったのはあれだ、山本太郎候補者が来る前だってな。それで警察の車が来て、まあちゃんと規制、あの交通整理始めたというようなこともあって、やっぱりね、本当に来るのかいなという、まあ、予定もあるだろうしね、減っちゃって、それからあとは演説で、まあ、ちょっとだけ触りのところは見てもらったんだけど、彼はねこの間、その前の週に聞いた時は、前回もお知らせしましたけど、30分の予定が55分過ぎ、もう約1時間しゃべる。で今回は30分しゃべって、あとはもう一人の宮候補の方がしゃべって、最後に合体して彼がもう一回しゃべるというようなことがあったんだけども、でね、上から目線っていう言葉はあるよね、僕は目線っていうのが好きじゃねえって言ったけど、だんだんそういう風になって、だからね、予測では朝日新聞がこれが、金曜日だね、7月の19日に、これはね人数は当たってんの、自民が、順番順に言うと、自民は丸川珠代ね、で次が武見敬三って、これは5着になっちゃった。で次にその 3着に、ね、山本太郎、4着に公明党の山口那津男で、ここが、ね、順番も変わってるけども、それから、共産党の、吉良候補まで、ここまでで、鈴木幹は民主党のは落選というで順番からいけば、だけどこの5人は順番は違っても当たってたの、結果からすればね。だけど読売とかね、東京新聞人数は当たってたのかな、だけど読売なんかマルクシーが出ちゃってさ、これは東京新聞のいくんちだ、7月18日の、
それだからこれは、竹見と丸川が抜け出しと書いてあって竹見さんのがいいと、ね、それで27年ぶりに2議席でこれは3着にあれだ、公明党の山口で4着に共産党のキラー、それから無所属の山本、5人のトータルとしては東京新聞合ってるね。それからあれは、外れちゃってるのは、読売新聞がね、あれだ、維新の会の、小倉純ちゃん、ね、日テレのアナウンサーだと、それなんか入れたりということで、まあ選挙っていうのはやってみなきゃ分かんないのがそりゃそうだけども、まあそんな予想のまちまちでした。ね、スポーツ紙はみんな、ね、大々的にやってますよ、これはね、いうことで、脱原発反 TTPO 対激戦東京、ね、初勝利、まあもうその通りということで、そう、それとあとね、これは奇跡になっちゃってるね、まあそういうことで、さっきのような、まあ、大混乱があったわけだけれども、ほとんどのあれだね、ワイドショーもこの事務所のもね、500人ぐらい詰めかけて盛り上がったっていうからあれだけど、さっきのを見てもらうと、街ぐるみを巻き込んで、一頃ほら、犯罪でも何でも劇場型とかさ、何とか言ったけど、そういうように、単に、あれだ、選挙の演説だけしてるんじゃなく、街ぐるみ、ね。だから、そのフェスティバル、選挙フェスというふうな看板を出してね、そういうに盛り上げてましたけど、まあ、その通りであったと。これ、全般にわたってたらね、これね、何時間だって喋ったんじゃないんだけど、へえと思ったのは、これはスポニチの今朝、ね。それでメディア批判は、攻撃区長復活というんで、橋本共同代表と。これ市長のこと何やってんだ、まあ、会見は重苦しい雰囲気に包まれたと、大阪でやったんだよね。で、うんぬんってあって、記者とのトラブルにも言及し、じゃなくその前にね、まああれだ、予定通りね、票が伸びなかったということに対して、2回目の国政選挙では、1議席取るのも大変と、なんなら毎日や朝日もって新聞だよね。政党を組んで選挙に出たらどうですか、何議席取れますかねなんて、こんなのどんちんかんだろうよ、聞かれて俺が記者ならさ、あんた何を言ってんだと、記者で取材に来てんのにね、選挙に出たらどう何議席取れるかなんてさ、そんなはぐらかしでさやってるようじゃダメだねこれね。それからあとは選挙中のあれだ、記者とのトラブルにも言及し、言って、選挙カーの近くで取材させろと言われ、警備上の事由で断ると、横柄な態度を取った、許されるんですか、これがメディアの現実ですよ、と呆れた顔をしてみせたと言うんだけど、いつも横柄なことやってるの誰だ、一体。ちょっとこのね、選挙カーの近くで、警備上の問題だって言ったってさ、候補者握手したらなんか警備しなきゃなんないような発言があったからじゃないのか、人に根を持たれるような、ね、人を傷つけるような、な、とんでもないよ、その。それと、あとは、まあこういうね、橋本新党もっていうけど、新党どこじゃないだろう。だって共同代表のね、石原慎太郎さんも記者会見で女性の記者に、ね、あれだ、票が伸びないことをあれしてどうするんだと、今後どうするんですか、何を言わせたいんだと、要するにね、代表退くとか言わせたいと、そんなこと聞くんじゃねえよとか言ってさ、なんかさ酔っ払いがさ、なんかさ喧嘩売ってるようなさ、なんだよ2人ともこういうのでさ、だからそういうさ政治信条だやれね、何で石原代表の方はこれであれだ、憲法改正のね、あれは整ったっていうのは、要するにあれだ、自民がバカ勝ちし、ね、バカ勝ちったら自民のバカが勝ったっていう意味ですかって言ったのがいたのよ。そんなに若くないので俺驚いちゃってさ、だけどさ、この焼き鳥バカンマ、久しぶりにゆで卵を食ったらバカンマだったとかさ、それからね、ボーンと当たってバカ当たりとかって言うでしょ、パチンコやったりさ、パチンコじゃなくったってさ、そのね、大変だっていう意味よ、バカンマーなんていう時はね、バカがうまいんじゃないんだよね、とてもっていうさ、ベリーでそういう意味だよ、バカ勝ちっていうのは。そうだよね、だけどこんな発言対応がしてたら
まあ負けたからいいよもんの、勝ったらさ、バカが勝ったような埋もれちゃうよこんなのは。それからあと民主党のこの泣きっ面のが出てますけれども、これはねその身から出たサビっていうかさ、東京の選挙区で大河原さんっていうね、あれだ、前回100万票を超えて6年前にはトップ当選したあれだ、ネットね、あの生活ネットっていうのの代表をやられたりしてね、大変こう人望のある人で、その人が、ま、と鈴木寛ね、が2人ということで、でもね今までのこの間の都議選の結果、それからこのところのまああれだね、消費税を導入して土壌以降ね、そんなとてもそのあれは無理だということで、ね、一人に絞ったわけだけれども、二人とも、まあ、全滅しちゃったというのは、だってさ、公示の二日前だよ、大河原さんを、その、公認から外すと、それまでは公認候補って、ポスターやって、左側のとこにさ、同じ緑色のあれかなってさ、あれだもん、貼って隠しちゃってんだもん。で、僕は銀座で会った時のね、さっきデジカメの写真があるんだけど、どっか今、あんまりいろんな資料出したんで、紛れ込んじゃったけど、うん、それで、銀座のね、服部あの時計の、あそこの真ん前でね、歩行者天国になってる時にね、選挙カーで演説をしてたので、僕はしばらく経って手振ったりなんかして聞いてたんですけれども、そしたらね、その理由を言わないの。あれ言った方がいいのよ。そしたら同情を買うっていうか、事実だから事実を隠しちゃいけませんよ。ただ前回は100万票を、ね、越してトップ当選させていただきましたが、で今回は あたたたもうかわいそうになっちゃったよ。で相手を批判するしないっていうんじゃなく、事実なんだから。で公示の2日前にさ、公認取り消すなんてのあるか、そんなものを政党が。当たり前だよ、そんなことはやってるから日本中でどこも負けんだよ。それで幹事長のなんだあいつ細野ね、で辞めましてな、敵前逃亡みたいなことすんじゃねえっての、辞めんの当たり前だけどさ、こんだけ負ければさ。だけれどもだってそういうことを判断したのはあれなんだから。それで今度菅直人が、こっちの方の大河原さん応援してたの。でも彼の選挙区はほら、あっちの方じゃん、三鷹の先の方じゃんね、小金井とかさ、うん、でこの人の大河原さんのこれ都議会議員もやってらっしゃったから、選挙に強いのはこっちの方なのよ。生活ネットのあれも世田谷とか調布とか府中とかあっちの方だからね。だから菅さんをうがって考えれば、次の選挙の時に大河原さんがいた方が自分の都合がいいわけだ。この間って比例区で救われてるわけだから、だって応援するんならずっといてやれってのいねえんだから、この時だからいないよ誰も。そんなさ、見殺しにするようなことしてさ、負けて、ったらね、負けたらやめますなんてさ、やめりゃいいってもんじゃねえだろ、あんな。だからあれで山本村にも昔振られたんだよ、こんなな。無責任男で。だから小沢一郎はうまく使って、小沢一郎のとこの時にいい好青年でなかなかって思ったら、この頃さ、なんか、幹事長で野党第一党になったらなんか偉そうにやってさ、今回だって、ふてぶてしいっていうかさ、でもそんなことやったらもうったって政党の手なしてないだろ、こんなのは。この惨敗っていうか、惨敗じゃないぜこんなのは。もうなあ、だから山本太郎の当選を見ると、今マラソンでこうもないんだっているよな。彼は企業に属してないんだよ。企業ランナーっていうのはやれ箱根駅伝でね、早かったとかさ、ユニバーシアードでとかさ、みんな企業がね、来てくださいという上限を出して、お給料もらって、もちろんお仕事もするけど、メインは企業のイメージアップ、PR のために走って、記録上げる、ね、オリンピックで候補になって、メダルを取るというようなことなんだけど、太郎さんはそうじゃないんだから、一人で。だけど、このところちょっと調子づいて、その上から目線みたいなね、その16歳で私は芸能界に入りましたと、それそうだよ、事実だからね、うん、だけど、その売れっ子役者ではなかったけど、かえって地道にやってきて、311の、大震災による、よるっていうか、大震災と、同時に起こった福島の原発事故と。いうことで半原発ということを早くね、それでテレビの決定してたドラマから降ろされたということで、あの時僕はねコラムでね、他の人そういう書き方しなかったら、僕は週刊大賞のコラムでね、あれだ、これは
それが、それ、これがそれがってしょうがないけど、ね、アメリカには、あのだよ、あの、ジェーン・フォンダっていう半原発の、まあ、有名な、ね、あれだ、あの、女優さんもいるし、こういうのが、ね、あの、どう使わないという、その、芸能界もおかしいと。うん、で、彼はこう両打、二刀流、二刀流って言うと野球のね、大谷君みたいになっちゃうけど、それは活躍、当然できるんだと。いうことで、まあ、ここまでたどり着いて、誰も成し遂げなかったことをやったわけだよな、反原発。で、新しいテーマでは TPP。だけども、ちょっとね、で、こんなことを知らないのかと。だから彼らは一生懸命勉強したんだと思う。な。うん、だけど、それはそれでいいんだけど、それを教えてやるぞみたいな、だんだん口調で、それが行くと、あれだから、橋本だよ。ね。初めあんだけの人気になったけど、選ぶってさ、実力以上な、ことを言い出してさ、周りも乗せてさ、すぐ総理大臣だみたいなこと言って、だから新聞記者、それからあの時は今何 ?TBS の日曜日の朝司会やってるけど、ね、定年になって、あれだ、いるよ、あの、政治学の。俺だってさ、今、ね、あの時は知事だって、橋本知事みたいな人が一番早くか、あれだって言って、俺はこいつもうダメな政治学者だなと思って。あれ一言でだよ。それからあとなんだ今 TBS のニュースやってる毎日新聞の何編集主幹だから論説主幹やったあの白髪のおっちゃん。これお前俺も白髪。